南あいダムは、長野県南作郡南あ村、品濃川水系南あいき川に建設されたダム。高さ136メートルのロックフィルダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の用水式水力発電所、神奈川発電所の上池を形成。下池、上野ダムの都間で水を往来させ、最大282万キロワットの電力を、 発電する計画である。ダム湖の名は、奥、三河湖という。なお、日本のダムの中では最も標高の高い、標高1532メートルに停滞が位置する。神奈川発電所は、南相木ダム湖を、上池、上野ダム湖を、下池として利用する用水発電所である。南相木ダムは、その上池として1995年により、建設開始、二千五年に完成した。 現在、神奈川発電所1.2号機が稼働しているが、最終的には6台の水車発電機により、揚水発電所としては、世界最大となる2820メガワットの発電を行う予定である。包みいた板きへの自動車の侵入は禁じられているが、徒歩での立ち入りは認められている。南亜ダム下流、洪水都市津口横に設けられた南海き側の、 バイパスの出口南相木川の水は南相木ダムを通さず脇から導水路を経由して洪水破棄付近に放流されている。これは環境水利圏、漁業圏の関係から南相木川の水を発電に利用することができないためである。この方式は同じく東京電力の丹原ダムで採用されたものであり、異なる水系の河川水が混入することで下流の 漁業資源、生態系に悪影響が生じることへの配慮でもある。したがって湖水はすべて神奈川の水を用水したものである。ダム下流側に設けられた渦巻広場南屋駅ダムと密接に連携する上野ダムダム周辺は上流、下流にわたって公園が整備されており、完成以降は南屋駅村の観光資源として積極的に開放されている。前日の通り、 津津町部は日本のダムの中で一番標高が高く、晴れた日には八ヶ岳を望むこともできるなど眺望が良い。ダム下流の公園には渦巻く広場と呼ばれる広場が設けられており、渦流れ螺旋の3要素を石灰岩、水、コンクリートの壁により表現している。渦巻く広場は2006年度のグッドデザイン賞を受賞した。なお、渦巻く広場は 自動車での侵入が認められている。南アイキダム建設に伴い、南アイキ村には固定資産税が入り、2006年度からは地方交付税交付金の不交付団体に指定されている。道路状況も良好で、国道141号より、南アイキ村方面へ進めばたどり着ける。ただし、11月中旬から4月下旬までの冬季は通行止めとなる。 神奈川発電所下池である上野ダムへは一度山を降りて北行村方面から武道峠を越える経路が最短である南行ダムより押高山の下を通り群馬県側に抜ける押高山トンネルは2014年現在ゲートにより封鎖され一般車両の通行ができないありがとうございます